はい、ボノボの研究をしている横山拓正です。今回この動画ではボノボと老化について話をしていきたいと思います。ボノボももちろん私たち人のように年をとって体の変化ですね、身体的変化があるんですけども、その老化と身体的変化について解説をしていきたいと思います。はい、こちらの写真がボノボ、実際にボノボの写真なんですけども、この個体はナオさんですね。ナオ、E1 グループ、私が調査をしている E1 グループの中で最も長寿ですね、長生きをしているボノボです。実際に生まれた年月というのはわからないんですけれども、推定で約50歳を超えているんじゃないかと言われていて、非常に長生きをしている個体だと思います。ボノボの寿命なんですけれども、約40歳から50歳が平均寿命だと言われています。もちろん20歳30歳で死んでしまうボノボたちもいるんですけれども、平均すると40歳から50歳の寿命だと言われています。はい、こちらも同じナオの写真なんですけれども、ナオさん50歳ですね、推定50歳のメスのボノボの写真なんですけれども、このように見ると非常に顔がシワクチャで非常、おばあちゃんのような顔をしているということがわかると思います。他の個体と比べてみると、こちらはベビーさんですね。ベビーさんは11歳の個体なので、非常に若い個体ですね、メスの個体となっています。このようにデビーですね、11歳のデビーと50歳ですね、推定50歳を超えるナオの写真を比べてみると一目瞭然だと思うんですけれども、デビーは若い個体なので顔のシワがほとんどなくて、反対にナオは50歳を超える長生きをしている個体なので、非常に顔にシワがたくさんあって、年齢に伴う顔の変化ですね、シワの変化というのが綺麗に比較することができると思います。2つ目に、ボノボの老化に伴う身体的変化として一番顕著に現れる変化が、こちらの写真にあるように老眼だと思います。こちらの写真見てみると、今キクが息子のキヨタの毛繕いをしていることがわかるんですけれども、このキクですね、実は老眼になっています。通常ですね、こちらはキクではなくて他の個体が今毛繕いをしているところなんですけれども、通常毛繕いをする場合ですね、非常に顔を近づけてですね、相手の体に非常に顔を近づけて毛繕いをする、こちらの個体は今老眼ではなくて普通の個体ですね。こちらの個体キヨタなので、とても若い個体が今毛繕いをしている場面なんですけれども、先ほどのこちらの画像にもあったように、キクの場合ですね、今老眼になっているので、とても顔を離してですね、今毛繕いをしていることがわかると思います。こちらの老眼についても、ボノボの老眼に伴う身体的変化の一つとして非常に面白いトピックだと思います。そして実際にボノボの老眼について研究したのがリュウさんですね。リュウフンジンさん、ワンバで研究をされていた方の一人なんですけれども、このリュウさんですね、が老眼について、ボノボの老眼について研究をしています。こちらの写真でもあるように、今真ん中の個体が左の個体のボノボを毛繕いしているんですけれども、通常は毛繕いを行うときはこのように顔を近づけて行うんですけれども、老眼の個体は右の写真ですね、右の写真のように一番右の個体のように離れて毛繕いをしているということで、ボノボも私たち人のように老眼ですね、年を取ることによって老眼になってしまうという特徴があるという、非常に面白い論文ですね。興味がある方はぜひ一度ご覧ください。また老眼と少し似ているかもしれないんですけども、ボノボたちは老化に伴って年を取るにつれて老眼になることもあるんですけども、実は白内障になることもあります。こちらの個体は10ですね、こちら非常に年を取っている個体ですね、推定50歳以上と言われていて、実はワンバのボノボの研究というのは1973年から行われているんですけども、1973年の時点で10という個体は確認されていたので、今2022年ですねということで、50年以上ずっとワンバに存在している個体で、非常に年を取っている個体の一人です。ご覧のようにちょっと写真暗くて見にくいんですけども、今この天の右目ですね、右目が白内障になっていることがわかると思うんですけども、年を取ることによって、老眼だけではなく白内障にもなる身体的な変化があるということがわかると思います。
はい、今回の動画ではボノボの老化とそれに伴う身体的変化について話をしました。私たち人も年を取るとですね、老眼になったりとか白内障になったりとか、ありとあらゆる体の変化っていうのが見られるんですけども、ボノボも同じように年を取ると人間と同じように身体的な変化があるのかもしれません。